あ、さっきこの辺光ってた家。じゃあここ、ダンジョンズ・オブ・ヒンターベルク続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、また新しいスライムまみれでできた橋を渡って、あれ不気味と、あれレベル8なんか、あれレベル6の場所がどっかにあるはずなんやけどな、こっちじゃねえのか。なんかあれかな、またワンちゃん頼りに、ほら探していかなあかんところかな。はいはい、どうしたどうした、その程度かレベル8。えへい、おい何して、ほら、おいおいおい、なんかやばそう、やぶね、ふう、もう後でもお前だけやぞ、おい、いや、どっかにいっぱい出てきた、こうです、はい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 、甘いわ、ふう、相変わらず敵がちょっと強いからな。ここは、いやでも来れるけどレベル8やな。レベル6がどっかにあるはずなんやけどな。装備、あーめっちゃ強なる、来てよかった。まあ一旦ここのダンジョンをほっといて、ここか、ここが触手ってなってるから、あれでも俺一旦ここまで来てんやんな、キノココ島まで。ここの触手は何のため、どこに繋がってんや。なんか牛の鳴き声聞こえたけど、こっちでええのかい。どうも、この先にダンジョンありますか。おい、ていっ、うん、はっ、はい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 、ほれほれほれ、当たってますか当たってますか当たってますか、あなたたち、おい、こら、いって、やめとけこれ、やめとけこら、んー、ザコのくせに、さっさとやられんかい、ふん、くくく、危ねえ、はっ、え、お前じゃない、こっち、こっちの攻撃させ、やめて、やめて、あぶね、あぶねえなお前らは、強えな、くくくくく、ここのスキルあんま戦いやすくないから好きじゃないのよ。でこれよ、はい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 、どうだ、うーん、いった、てめえらこら、はい、しばく、おい、ほら、はいよ、やられ、オッケー、これがどこにつながってるかやぞ、こっちに行けるってことやんな、おそらくな。これは、あ、なんかダンジョンあるけど、いやでもレベル8やな、ここも。巨大切り株、うん、あれ、まあ触手があることでここも一つ新しく行けるエリアってことではあるけど、もう一個この先か、じゃあ
森の迷宮。もう一個どっかに、まだ俺の言ってないレベル6があるはずなんやけどな。このマップじゃねえのか。ちょっと敵がいっぱいおりますな。はい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 、倒して倒して、はい、どうも、やめて、雑魚からしっかり叩いて、早く早く倒して、ほいほい、なんじゃそれ、あぶね、ほらやめなさい、雑魚がまだ来んのね。そうか、はい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 、オッケー、もっと強い攻撃コンジット欲しいけどあるんかな。はい、ええよ、はあ、しんど、このままじゃあ奥、ワンちゃんが地面を追ってダンジョン見つけてくれたんてまだ一個だけやねんな。やっぱなんか誰かともっと仲良くならんといけへんダンジョンとかがあるってことなんかな。登って、はいはいはい、投げ、よし、でふん、あれ、あなたは森の迷宮入り口、新たなクエスト、迷宮。この地点を過ぎると森は突破不可能な迷宮となる。しかしおそらく君なら十分なヒンターベルクに馴染みがあるから突破できるかもしれんな。馴染み度でいけるの？中では見慣れないものに注意するのだ。道案内となるようなあらゆるものにな。見慣れないものに注意。大物精神いってみよう。うわ、見下ろしのタイプか。黄色の蝶々と、こっちは何もなし。見慣れないものに注意。黄色の蝶々に逆についていかへんタイプ。黄色の蝶々。蝶々についていけってことかな。お、どこや、ここ。どうも。すぐ帰ってきました。じゃあ、蝶々についていけってことか。見慣れないもの言うてるけどな。フェイクに引っかかるなっていう意味じゃなくて、蝶々。じゃあもう一回蝶々。ていうか、蝶々なんかこれは。な。こっち。で、まだこっち。さらに、今度はこっち。簡単。あのおっさんの助言役に立たへんかった。見慣れないものについていった方がよかった。レベル8のダンジョン、うわ、すごい場所にいる。レベル8のダンジョンばっかり。このスタンプ帳見にくいのよな。まあでも、あのレベル6の無尽蔵がちょっとどこのことを言うてんのかわからん以上、もうこっち行くしかないってことやんな。一応ステータス的には俺レベル8あるからちょうどいいっていう、そういう感じらしいし、頑張りますわ。ぬぬふんです。うわー、なんか変なマップじゃありませんように。空が黒い。おや、なんかちょっと雰囲気ちゃうぞ。こんにちは。キッウレウイ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 、痛い、爆発はやめてよ。せこいよ。はいはい、よ
っと待って、なんか上からなんか出てるな。あいつが、あれがなんかやってんのか。おいおい、大丈夫。いっさいっさ、おもんな、おもんないぞお前ら。やったら、フーレイ。うまいっちゃう、うまいっちゃう、うまい、やめとけ。ほら、お前おもんない。爆発たるかい。二度も当たってたまるかい。あっはっは、ぱいった。だからお前はバカルイーザんな。はっ、倒そすい、倒そすい、ふいふい、よし、まだ来るのね。ここ多いな、敵が多いな。終わり。お前、はっはっ、終わり。オッケー、よし。この謎のハテナ扉がすげえ気になるけど、なんやろな。これは何だい？入った。あ、出てきた。あ？なんや。お、お前は横のやつは知らんけど。わお、奇遇だね。よりによってルイーザにこんな場所で会うなんて。かい。このダンジョンは最高だよ。いいかい、ダンジョンについて僕が教えてあげよう。衝撃事実に度肝を抜かれちゃうはずだよ。何？見回してごらん、何が見える？扉だよ。これまで見たこともないような数の扉が一箇所に集まってる。扉なんて単純じゃんかいって思ったら大間違い。それぞれの扉がこのダンジョンとわずかに違うバージョンにつながってるんだ。誤った扉を選ぶとこのキャンプファイヤーに戻ってくる。その上マシュマロなしの罰を食らっちゃうんだ。だけどどうやって正しい扉を見つければいいかって、そこがミソ。微妙な違いに気をつけるんだ。そしたら見つかるはずだよ。違い、一つ目の扉は向こうの花畑の中にあるんだ。ほら、もたもたしてないで扉を通り抜けなよ。騙してんちゃうやろなお前。はてな、何が、なん全部一緒やけどな。で、はてな、一つ目の扉は花畑の向こう、それが正解ってことでいいのかな。異変探しかい。一旦最初正解を教えてやるから、その通りにやってみろや的な、そういうことかい。俺も一緒で、あれが花畑のやつやな。これが正解なのかい。一緒やで。ま、入ってみるわ。さあ、でキャンプファイヤーに、あれ、キャンプファイヤー戻ってきたらあかんちゃうの。あいつおらんし。うん、微妙な違い。買っちゃ、どうも。あれ、選択肢を間違えたみたい。またスタート地点に戻っちゃった。はあ、何かを間違ったと。もう一回喋ると何か変わる。このダンジョン、地球上の全ダンジョンの中で僕の一番のお気に入りかも。何が違うんやろ。そこがミソ。微妙な違い、一つ目の扉は向こうの花畑の中。まあそれが正解っていうのは分かるんだが、何が違う。まあ一応これが正解。何も覚えられへんけどな。全部一緒やけどな。
と見てわかる代物じゃなさそうよな。でさっきここ入ったら違ったんや。それ以外の場所、もう一回花畑はおそらく不正解になるんじゃないかって思うと、ここ行くか。うい、何もコメントが出えへんってことは正解したんか。あ、さっきこの辺光ってた家、じゃあここどう、当てんのか。異変探しじゃないか。あーでも違うな。ん？これででも、あ、毒沼なってる。周りの景色が変わってるってことか。せっせっ、共鳴剣レベル8。280の名声か。めちゃステータスいる。これででもここで正解じゃないの。どうもー。これで多分全部の扉入ったで俺。あとはもともとこんなんやったっけ。そこか。一応マップにちょっと変化があるんだね。こうしないといけないからここやな。ズズーン。でもうええぞ。もう満足よ俺。普通やな。なんかちょっとずつ違うんやろうけど、なんかもう一緒に見えてきたな。ここかはっどう、まだ続く。何がどう変わってるかが、あは、はあ、特に異常なさそう。こうなると怪しいのはそれやけど、いつもとなんかちゃうか。この辺の木がこんなに乱れ、乱れてたっけぐらいしかちょっと思いつかんけど、行くー。まだかい。あ、ドア消えてる。あ、変わってるわ。あ、もうじゃあゴールちゃうこれ。真正面にドアがだね。お花畑のドアとかも消えてる。じゃあこれだね。入る。新たな瞬間移動席。雑魚出てくるんすか。はあ、また嫌なあれがあるな。ふん、あーくそ。ちょっと待ってね。ほら、ふいふい、くそ。んーこ、んーこ、こういうガードで固められてる時嫌いですわ。はい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 、おいおい、来いや。全員もっと集合せよ、集合せよ。はいはい、よっけよっけ、危な、はいはい、やめて。
せっ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 、バカするよ。ほらほら、やめとけやめとけやめとけ。痛い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 。敵多いです。ちょっと敵多いです。こら、回復ない？毒沼やべえな。回復。あい。残念。雑魚が。痛い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 。はいはいはい。え？よし。あと1つ慎重に、ピッ、大丈夫、モルタで、モルタで、しかし、ふんふんふん、オッケー、あ、回復、あれゴールかい、おいカイさん余裕じゃないの。宝箱、パッ、物理魔法攻撃倍率チャーム、なんか強そうな、物理魔法プラス5パワー、強そうやけど今はちょっと装備できんから一旦戻る。もうついにレベル8入っていたけど、あのレベル6はどこにあるんだい？ワンちゃん協力のやつじゃないといけへんとこなんかな。うん、帰る。さ、25日目夜、どうも強制イベントはなし。今さっき取ったやつをちっちゃくできますか。魔法、これじゃないな、これか、無理、足りんか。下げれるやつを下げてつつ、やっぱレベル3を2にするのが難しいやな。しゃあね。で、お金はまだもうちょっと貯めたいから、一旦こんなもんか。スタンプ帳、人々、攻撃コンジットを回復してくれる食べ物、くつろぎで物理防御アップ。ダニのチャーム、ミスターはもうでもアイテムの価値がアップしかないから、ジェ、ジェってどこにいる？ジェまだ俺全然会ってへんやな、おらへんな。ジェ、テアとダービトって誰だっけ、ダービト、ダービとはテアの友達だったっけ、ただの特にか。ルノーさんにじゃあ一旦会っとくのが手っ取り早い感じでしょうか。おらんもんな、ルノーさんにじゃあ馴染みを、馴染みこすりつけていこうか。ルノーはじゃない、いた、どうも、ヒゲのお手入れが大変そうですね。村一の名声保持者、ここっていいところ、湖の眺めが綺麗、お前みたいなやつがここまで来ると思わなかった。私だって氷のようなデカ男が会話振ってくるなんて思わなかったよ。聞こえへんようにせよ。見てたの、私を監視なんかしてたってこと、
誰にでも目を光らせてる仕事のうちだ。大半は時間の無駄だけどな。来い、お手並み拝見と行こうじゃないか。何それ。ええよ。いや、いか、どこへ。鍛えるんだ、剣を手にしな。これから何が起ころうとお前が対応できるか見定めてやる。何でしょう。あ、名声高まる。行ってやろうじゃないの。和紙クラブとかいうやつもこいつできるようになるのかな。この村の者はみんな愚かだ。恐ろしい力に直面してもあいつらのやってることときたら村に招き入れて応援してやがる。泥棒の毒入りソーセージで餌付けされた犬どもめ。はああいうのは混乱を引き起こすだけだ。だから俺たちは備えなければならない。剣を抜け。えで、よし、あのダミーたちはぶち壊してやる。剣を抜け。あの怪物どもにこの領域では無力であることを見せてやるんだ。はせい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 。これでいいの。はそこまでだ、座れ。飯を食うぞ。短。はい、食欲あるよ。何があるの。サンドイッチを持ってきた。かわいいな。お前のテクニックは上出来だ。誰に教わった。ここで覚えたよ。ウィーンで基礎を習ったよ。実際はダンジョンでほとんど覚えたけど、あの俊敏な動きからして、あ、敏捷な動きからして特殊部隊の訓練でも受けたのかと思ったが、だがお前に足りないのは攻撃性。お前は力は強いが臆病だ。そうですか、そうですか。だてその三大長捨てろ。食べ物粗末しちゃあかんよ。最後の戦いだと思ってこのモンスターたちに挑め。手加減するんじゃねえ。一瞬誰でもな。疲れ知らずのお前を見せてみろ。はあ、お前やったのかこれら。でやでやほら見てるあいつ、ちゃんと俺のこと見てくれてるあいつ。おい、俺後ろやで今いんの。覚えるのが早いな。一心に唾液を加えるごとに力が増していくのが分かるか。分からん。これが死の舞だ。練習しとけ。こっからはもう遠慮いらないからな。今夜ここまでだ。感心したよ。また会おう。あれ、ズバシーン。コンボカウンターってなんだろうな、よく分からへんだけどな。その死の舞とやらで俺が一応強くなってるってことでいいのかい。夜中、長い一日だった。ルノーさんと仲良くなって名声が結構増えたね。ええやん。でヘトヘトとは、そういえばここでは装備のあれっていじれへんのよな。ハンナの店行かなあかんやな。280名声に到達すると2倍。もうあとちょっとか。やったら一旦ちょっと景色だけ見て名声をちょっと先に上げてみるか。ペルヒタはヒンターベルクでよく見られ最も危険なモンスターというわけではないが、堂々とした怪物。ルノーはペルヒタを真っ二つにするとか言われたよね。おそらくその印象的な角と怪物がよく振り回している大きな幹のせいだろう。あいつか、あのでっかいやつか。クラウス・ボーンバッハ、ホーンバッハがヒンターベルク周辺に最近出現したダンジョンを初めて探検した際に遭遇し、その後記述して命名した最初の4体のモンスターの一つである。すごく眠くなってきた。相も変わらずすぐ眠なるやつ。これで26日目来ちゃいましたけど。おはよう、フロイライン。今日も食欲がありそうなご様子ね。テレーザ、優しく明るく振る舞おうとしているけど声が引きつっている。何か隠しているの。おや、あ、今の感じた。感じた。あら、2回もまた地震だ。なんだなんだ、どうした。みんながただ立ちすくんでいる。大惨事が起こるのを待ちながら、大地震が起きるのを待ちながら、
っても何も起きない。結局みんな考えを振り払って一日を過ごす。また地震が発生しただけ。今回は大きくない。ラッキーだったね、ヒンターベルク。止めないと。まあ、結局俺はダンジョンを制覇しようっていうことだな。これでヒンターバルトはあと2つ。レベル8。いや、やっぱなんか魔王城みたいなのないけどな。なんか別の生き方があるんか？一旦ちょっと雪山行って景色だけ眺めよう。26日。それともなんかあんのかな。スタンプ的に押せてへんのがすげえ気になるのよな。スタンプ帳、無人城か。無人城なんか聞いたことあるような気がせんでもないんやけどさ。特別な生き方があるんでしょうか。300個まで、まだまだか。まだまだやな。とまだ80個もいるわ。スファン、スファン、スファファン。ヘリはまだまだよね。ヒンターベルク、ワシクラブ、あなたに、あれ、参加していただきたく存じます。私どもはコルムシュタインの浮遊ダンジョンへの唯一のシャトルサービスを運行しています。クラブの会員になればヘリコプターを無料でご利用いただけます。あら、もう自らの名声で入れたわ。午後に浮遊ダンジョンをお連れしましょうか。あ、じゃあもう行く。ああ、初めてヘリ乗りました。すぐ着いた。すげえところ止めたな。なんか結構こんな横にまだこんな岩あんのにさ、もうちょっと安全なところに、この辺でよかったんちゃうんか。立て方下手くそか。おいな、ぐぐぐぐぐ。まだこのダンジョンはいいよね。やめて、強っ。やめとけさ。ほら、痛い。お前ら雑魚なんかにやられてる場合ではないのよ。はっはっへっへっ。あー、もう一回来る。回復使いたくねえな。ちょっと邪魔、いろいろ邪魔。うっそ、はい、配信でいる。おい、やる気なくなることやってきてんじゃねえ、こら。ほら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 。ほい。地味な。地味な敵のくせに。ブルルンちゃうね。ブルルンちゃうね。ここ。避けやがった。てめ。てめえら。さあ、この分際で。調子。乗ってんちゃうぞ。おい、やめて、やめて。見えない、見えないのなし。ふいふい。ねえ、てーい、はよわれー。なんか飛んできてるん。おもんないことしてくんなって何か言ったらわかんねえ。こら、無能か。あいつぐらい無能なんか。無能の童貞やろうかな。はっ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 。で、うまく当たらん。全員に当てたいけど。おい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 、うまく当てるのむずいやつ。やめとけ。ほら、許
ぶさ、いや、ちょ、同じのいらん。もう一回死んだら、はい、しばく。わかんな。カスやろ。あいつぐらいやっぱカスやったな。死ぬべき人間。そんなやつも世の中にはいると俺は思ってるタイプな。バカは、は、バカを見抜くことができひんやつもいっぱい世の中にはいるから、だから世界は良くならないし戦争もなくならへん。そういうことじゃ。バカの存在があるからや。はい、おら、はい、終わらんかい。許さんぞお前、許さんぞお前。えい、おい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 、こいつほんま、チンカス童貞、おい、チンカス童貞、おい、あいつと同じくらいのチンカス童貞がちょっといるな。な、あの、おもんないやつ。なんであいつ自分がおもんないか、気づけてなかったんやろうな。そらお前、友達おらん人生歩んでたやろって。な。そらだってお前、クソおもんないやつやんっていう。わかっとんのかよ、お前。お前のことやぞ、こら。人生やり直してこいとは言わん。できたら消えてくれ。二度と俺の脳の中に出てこないでくれな。関わったことを俺はとても後悔している。は、は、2秒お前のことが頭をよぎるだけでも、え、すげえ人生損してるっていう思うぐらい関わるんじゃなかった、お前みたいなクソ野郎とっていう。そんなやつ世の中におるからな、気をつけろよ。もう外国使おう、めんどくせえ。カスと付き合ってる暇はないから。もうたったったけどな、こっちからな、カス野郎はな。あ、あ、久しぶりに会ったで、久しぶりに見たで、あんなカス野郎は。な、もしぶん殴れるなら、罪にとらわ問われないなら、マジでボコボコにしたいね。あんなクソ野郎ボコボコにして罪に問われるとか、ただただ2秒喋っただけでも、あんなクソ野郎と時間を共にしたこと俺は後悔してんのにな。さあ、で俺はここに来たかったわけじゃねえんだ。とりあえずはどっか、こっちの方も、いやでもあれがないな。もう絶景スポットはこういうところにしかねえのか。なんか前一番上の方俺行かへんかったっけ。空中プラットフォーム、普通にこんなとこやったっけ。まあいや、もうどこでもええわ。これで天気予報によると今日のウィーンは33度になるんだって。夏真っ盛りに氷や雪を目にするのってなんだかシュールだよね。まるで魔法のよう。私どうして今までね、山で夏休みを過ごしたことがなかったのか不思議。空気が涼しくて新鮮、都会で感じる。ムッとした熱気、ベトベトの肌、絶え間ない疲労感とは大違い。夏ってあまり好きじゃなかったんだよね。寒い時は重ね着をすればいいけどさ、暑いと我慢するしかないし。それにいっぱい厚着をするってほっこりする。余分な重さのせいなのかな。なんか支えられてる感じ。そろそろ戻ろう。夜の予定を立て始めないと。さあ、
これでなんかなるか、また地震起こるか。どうも、特に強制はなしかい。朝になったらまたなんか起こるかい。あ、 J じゃないこれ。あ、 J いるわ。一旦 J のところで今回は時間潰しますか。で、こいつの署名はまだ、いつまでやればいいやろな、これな。いつまでにやらないと終わっちゃうとかあんのかな。剣に魔法。今俺が装備してるのがどれやったっけ。興味剣レベル7やったっけ。前つけたのが一旦これ外して、あー、これにつけたらいいわな。魔法と物理、クリティ、いや物理よりなんかクリティカル、こっちにしとこう。オッケー、ありがとう。あとはちょっとジェってやつ喋ってみるわ。お前だよ。何それ、あのお姉さん、斧の扱い方って今まで見たことないや。それ、斧の扱い方なんかな、それは。めっちゃ蹴り入れてるけど、あんなに集中している人を見るとなんかこっちまでやる気が出てくるよ。ガチで全神経を集中させてるから全ての動きが完璧。一晩中見てられる。見学したらくつろぎ度も高まるよね。やってみましょう。すごいね。彼女って魅力的だよね。マジで最高にすごい。あれはジェだよ。東アジアのスーパースターでプロ級のモンスタースレイヤー、あと確かダンスミュージックのスターだったはず。へえ、どうやったらこんなにうまくなれるんだろう。だね。来た、まさかのバニラのシングルをお願い。トッピングはチョコレートスプリングル、スプリンクルをダブルで。はいどうぞ、これは店のおごり。ええの、いやダメでしょ。はい、お釣りは取っといて。へえ、じゃあそのお釣り俺にちょうだい。マリーナも斧を扱っている。マリーナったらジェのスタイルがたまらなく好きで、彼女も斧戦士なんだ。そうやったんや。二刀流なんだよね、あれって。動きが鈍くならない。そうなの、マリーナ、お前斧の二刀流やったん。そうだね、母、ジェみたいな動きができるわけないからさ。彼女がマリーナ、私はリーサ。私はジェ、よろしく。でも休憩はこれで終わり。また後でね、お二人さん。ちょっと待って、あと一つだけ。さっきやっていたスパイラルスプリッターをもう何回かお願いできないかな。もしよければだけど。あのさ、私はここにトレーニングしに来てるんだ。見ていてもいいけど、私はジュークボックスじゃないから。それじゃ。ちょっと怒ってる。残念。ちょっと感じ悪かったね。そんなきつい言い方しなくてもよかったのに。ああ、私ったら何考えてんだろ。彼女はプロなんだから。あんな風に絶えずファンにしつこくされたらそりゃ嫌になるよね。でもまあ、私たちのエンタメのために来てるわけじゃないし。ちょっと待ったー。どうした？あれってまさか。やってくれている。あのスパイラルスプリッターでは。綺麗。彼女のあのスピンを見て。まだ続けてる。すごい。し、丸聞こえだって。すっごくワクワクする。知らんけど。フロイラインドルフはちょっといいかしら。なんでしょう。昨日変な電話かかってきた。あれ、 J とは仲良くなれへんかったか。村長室からで、実はゲストハウスのライセンスがもうすぐ切れるから更新しなきゃいけない。あら、追い出せと言われたんですか。知ってる、私は追い出せと言われたんでしょ。実はこの家は200年以上前に建てられたものなの。新しい建築基準が追加されるんだけど、保存命令が出ているからその基準に従えない。要するに彼らには目をつむってもらう必要があるんだけど、今回は見逃してくれないっていうの。理解できないわ、フロイライン。あなたはとても素敵なゲストなのに。村長の恨みを買うなんて一体。あなた何したの？まあなあ、職をみんな失う可能性があるからな。
誰かがヒンターベルクのダンジョンを全てクリアするとダンジョンは消えてしまうんだ。そこで村長はそのうちの一つをヒンターバルトの奥深くに隠したんだ。誰もそれに気づかないように偽のダンジョンも設置して。魔法は自然の無分別な力じゃない。私たちにダンジョンをクリアしてほしいんだ。ワグナー村長はそれを阻止しようとしている。地震に、地面が飛び出した触手に今起きている全てか。村長のアザマン詐欺的なやつに反発している魔法のコートだと思う。しかも日に日に悪化している。あの人は私たちを破滅させてしまうわ。この辺りじゃもう十分大変だというのに。秘密のダンジョンに行ったことがあるから25のダンジョンを全部クリアできる。私が全てを終わらせる。どう思う？魔法のないヒンターベルク。ま、その方がいいかもしれないわね。お、テレーザさんは乗ってきた。こんなにお客さんが来てくれて嬉しいけど、時々この村が分からなくなっちゃう日もあるの。ルイーザ、ここに残って。残ってクエストを完了させるのよ。少しだけなら時間を稼ぐことができるわ。大丈夫？魔法のないヒンターベルク。そうね、そろそろ落ち着いた日々に戻ってもいい頃よね。はあ。理解者が現れだしたけど、大丈夫かい？26日で、くつろぎめっちゃ増えた。ありがとう。寝よう。共鳴剣は名声か。名声が280。また別のやつと絡むべきやったかな。さあ、無尽蔵とかいうやつはちょっとどうやっていくのかまだ分かっておりませんが、引き続き残りのダンジョン行くしかねえか。アレックスね、ちょっと話せない？正直話すことなんてないと思うんだよね。一緒に探偵ごっこ来て楽しかったけどやりすぎだよ。私は降りる。あれ、勝手やなお前。アレックスは楽しい休暇を過ごしたいだけなんだね。どんな結果になるとどうでもいいんだ。どう答えていいかなんてわからないよ。ここはルイーザのものじゃない。魔法もルイーザのものじゃない。これは君が決めることじゃないって頭に叩き込んどきなよ。揉めてるよ。揉め出しちゃったよ。あら、寂しい感じやね。ちゃんと理解 してもらえて仲良くなれる日々は来るんでしょうか。ではまたこっから残りのダンジョン、次回頑張っていきたいと思います。さあ、あとどれぐらいで完了できるかな。それではまた、よろしくどうぞ。